今回はダブリズ医科大学の研究結果などをもとに腎臓をきれいにするための3選について動画で解説していきます。では行きましょう。アルタスク、腎臓の役割を簡単に言うと、体の大部分が水分でできた人間と呼ばれるでっかい水槽、こいつをきれいにろ過してくれているのが腎臓くんでございます。ちなみにこの腎臓、大きさは約 150g とかなり小さいにもかかわらず、1日あたり200リットルもの血液を毎日ろ過して、老廃物や有害物質をこし取っておしっことして排泄するというブラック労働を宿命づけられた臓器、それが腎臓くんでございます。さらにはただでさえ忙しいのに、現代は物が豊かな時代になって、太るほどに食べる量が増加、そして食べる食べ物はろ過するのが大変な添加物山盛りの加工食品が激増と、仕事の量と質どちらも上がりまくって、現代人の腎臓は悲鳴を上げまくりなんでございます。実際に国際腎臓学会 ISN の発表によると、有病者数で比較すると腎臓病は糖尿病の2倍で、さらにはがんの20倍以上の人が今現在腎臓病にかかっているよと発表していて、俺は多分大丈夫やると脳ガス戦法で生きていくと、自分の6装置腎臓くんにストライキを起こされて、こんな感じで濁った水槽みたいに自分の体が老廃物でいっぱいになるかもしれませんので、今回はそんな腎臓くんが喜びまくる食材3選について早速解説させていただくと、一つ目が生姜だよとタブリツ医科大学が発表しているわけなんです。研究内容が生姜と腎臓の関係について調べた研究が山ほどあるから、その中から質の高い研究41件を選び抜いて、さらに詳しく調べた結果、生姜の摂取は血糖値の大幅な低下と関連していて、さらには体内の炎症レベルや酸化ストレスも改善し、腎障害を軽減することが分かりましたと発表しているわけなんです。じゃあなんで生姜はそんなにも体にいいのと、その理由についても解説させていただくと、結論、老化の三大原因、体の炎症、酸化、糖化、この3つ全てに効果的だからでございます。というわけで、この3つをそれぞれ解説させていただくと、一つ目、炎症は、その字のごとく、細胞の火事でございます。例えば、わかりやすく、体内が大火事になると、体温が上がりまくって高熱が出たり、赤く腫れ上がるといった症状が出ますが、ここまでいかなくても、ホルモンバランスの乱れや、ストレスなんかが原因で、小規模な火災がずっと起こり続けている、慢性的な炎症状態になると、もちろん腎臓くんにも飛び火して、腎臓がプスプスと煙を上げながら、毎日200リットルの血液をろ過するというやべえ状態が完成するわけでございます。ただ、生姜には、この炎症を耐える消防士さんとも言うべき抗炎症物質が豊富に含まれていて、体内の火事、炎症をごっそり鎮火してくれるわけでございます。そして、二つ目の酸化。これは細胞が錆びることを言いまして、例えば、カッチカチの鉄も、雨なんかの水分と、空気中の酸素によって、錆びついていきますが、我々の体も、肺から取り込んだ酸素、そして、血液中に水分もたっぷりございますので、錆びつくように、老化していくわけでございます。ただ、ここでも活躍するのが生姜で、生姜には、酸化を抑える、抗酸化物質も豊富に含まれていて、もはや食べる錆止め剤、こいつの効果によって、腎臓と呼ばれるろ過装置も錆びずに長持ちしちゃうわけでございます。そして最後、三つ目の糖化。これは細胞が焦げつくことを言いまして、例えば糖分たっぷり甘い食べ物を食べすぎると、使い切れない糖分が血液中をドロドロと漂う。そうすると、ガムが靴底にくっつくような感じで、体の中のタンパク質と糖分がくっつく。そして、体の熱、体温によって、ホットケーキがこんがり、茶色く焦げるように、体の細胞も、ちょっとずつ、焦げついていくわけでございます。特に、毎日200リットルもの血液を受け入れている腎臓は、かなり大変で、腎臓病の原因が、高血糖だったりするのも、体の糖化が、深く関係しているわけですが、
ここでも活躍しているのが生姜でございます。実際に先ほど紹介した研究では、生姜の摂取で体の炎症と酸化も改善するけど、特に血糖値の大幅な低下と関連していましたと発表しているわけなんです。以上、一旦まとめると、老化の三大原因、糖化、酸化、炎症、この三つ全てをごっそり改善してくれる万能が止まらない出来すぎ食材、それが生姜なんでございます。ちなみに毎日生姜をするのが面倒な人はこんな感じで生姜粉末も売っていて、私の背も生姜紅茶にしたり、プロテインに突っ込んで一緒に飲んだりと、10代の頃からもう10年以上飲み続けておりますので、参考にしていただければと思います。ちなみに生姜は、糖化の原因、血糖値を下げるのが得意みたいですよと、先ほどの研究で解説させていただきましたが、残りの酸化と炎症、この2つが得意な食材もございまして、それぞれランキング形式で発表させていただくと、まずは体の酸化を抑える抗酸化食品として最も効果的なのはブルーベリーですよと、米国人間栄養研究所が発表しているわけなんです。研究内容が、抗酸化力が高そうな43種類の野菜と果物をゴリゴリに調べて抗酸化力を比較した結果、第3位がニンニク、第2位がブラックベリー、第1位がブルーベリーという結果でしてと発表しているわけなんです。ちなみにブルーベリーには抗酸化物質としてアントシアニン、クロロゲン酸、フロアントシアニジン、フロボノール配糖体、カテキン、ビタミン E なんなど、体の酸化を抑える物質がてんこ盛り。その結果、堂々の抗酸化力ナンバーワンに輝いたわけでございます。そして最後、体の炎症を抑える食べ物の第1位がトマトだよとアラバマ大学が発表しているわけなんです。研究内容が、14,210 名分の食事データと炎症レベルを調べて数値化して、食材の抗炎症力を比較した結果、第3位が人参やみかんといった黄色またはオレンジ色の野菜と果物、第2位がリンゴとベリー類、第1位がトマトという結果でしたと発表しているわけなんです。以上をまとめると、ブルーベリーとトマトをぐっちゃぐちゃに混ぜ込んで、最後に生姜パウダーをサラサラかければ、絶対美味しくないけど、糖化、酸化、炎症がごっそり改善する、腎臓どころか体全身の不調をごっそり取り除く、全方位型健康食品が出来上がるかもしれませんので、そんな食材でも食べて、人生100年時代、要するに100年動ける体や内臓を手に入れて、親からいただいた大事な人生を楽しんでいきましょうと、そういうわけでございます。ちなみに腎臓病の危険因子は太っていること、肥満でございますが、こんな感じ。さらにはこんな感じで、痩せる人が出まくっているダイエット情報を長瀬の本棚公式 LINE 限定で定期的に配信しておりますので、そんな情報をゲットしたい方は概要欄のリンクからご覧いただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。